はい、こんにちは。コラッツ予想ってご存知ですか？私、存在自体は知っていたんですけども、ふーんって思っていただけで、考えたこともなかったんですけども、この間ラジオで、赤江玉緒の玉結びっていう、まあ、関東だけの放送だと思うんですけども、赤江玉緒さんっていう、まあ、関西の ABC 放送でキャスターしてた人がやってる番組なんですけども、そこで、1億2000万円の賞金がこのコラッツ予想にかけられたというニュースを紹介したら、それを聞いていた赤井玉緒さんのお父さんが、あ、そうかと思って、取り組んで、お、できたぞ。玉緒、どこに出せばいいんだというふうに言って、いや、待って待ってと。80年間も解けなかった問題が、私の父に解けるわけがないと。ちゃんと考え直せというふうにして、多分、まあ、解けてないと思うんですけども、そのコラッツ予想っていうのは、すごく、フェルマーの最終定理並みに、こう、誰でも理解しやすい問題で、自然数を偶数だったら2で割れと。で、奇数だったら3倍して1を足せと。で、まあ3倍して1を足せば、まあ偶数になる、なりますよね。奇数を3倍して1足せば。で、そしたらまた2で割れと。で、2で割っていって、で、奇数になったらまたこの作業を繰り返していくと、どんな自然数から始めても、必ず最後1にたどり着くというのがコラッツ予想で、で、これが正しいことが証明されたら1億2000万円出すって言ったのがその記事で、まあ私後から朝日新聞を見て知ったんですけども、この1億2000万円の、賞金を出した人っていうのが、音楽系ウェブサービスを提供する音圧爆上げくんという企業で、その社長さんの福瀬慎さんいう方が31歳で、数学の発展に貢献したかったからといって、その1億2000万円の賞金をかけたと。で、コラッツの福瀬慎さんがコラッツ予想に出会ったのが中学の時だと。で、東京大学工学部に進み、大学院を経て IT 大手に就職したが、その間も時間を作っては挑戦し続けたと。毎回いいところまで行くという。で、3年前に起業し、投資などで資金に余裕が出たので、懸賞金をかけることでしたってことは、31歳にして1億2000万円の賞金を出すほどの余裕が出ちゃったんですね。ということで、私も少し考えたんですが、それはもちろん、私が少し考えてできるくらいの問題が80年間解けるわけないんですけども、まあ、例えば具体的に言うと、3だったら、まあ、3倍して、1足して10。で、偶数だったら、2で割るから、5になると。で、奇数なんで3倍して1を足して16。これは2のべき乗、まあ要するに2のべき乗ができたらそれでもう最後1になりますよね。2のなんとか乗っていうのは2で割り続けて最後1になるんで。じゃあ結局これどういう問題かっていうと、もう全ての自然数は2のなんとか乗かける奇数と。これ別に素数じゃないです。で、 n が0だったら奇数だし、n が1以上だったら偶数。で、こういう数っていうのは結局、例えばここから始まったと。で、n が0だったらそれは単に奇数ですと。でも、結局、2で割り続けるんで、最後、このルールに従えば、a になりますと。で、そしたら、奇数だったら3倍して1を足すと。でも、そうするとも、奇数に奇数をかけて1足してるから偶数になって、じゃあその偶数っていうのは2のなんとか乗と B っていう、B 奇数です。で、B は何個か分かんないですけど、まあ少なくとも1個あると。で、そしたら当然2で割り続けるんで、このルールに従えば B になる。B っていう奇数になると。で、奇数になったら3倍して1を足すと。そしたらまた当然これは偶数になって、偶数っていうのは2のなんとか乗と奇数の掛け算。で、結局いつかはこの奇数が1になりますよっていう話なんですね。で、いつかなりますよっていうことを証明しろと。もちろん私証明できないです。もちろん証明できたら1億2000万円もらえるんで。で、ただ、この問題って考え方としては、これはもう新聞記事に書いてなかったんですけど、読んだ瞬間に、これって二進法で考えると考えやすいんじゃないと。っていうのは、二進法、この3倍するっていうの、3っていうのは、
2進法で言うならまあ11っていうところでありますけど、11。で、筆算っていうのは別に何進法だろうと仕組みは同じで、かける11っていうのは例えば、まあ3、4、5っていう、かける11っていう、まあ普通に10進法でやったときに、かける11っていうのは、このかけられる数を2回、で2個目は1個ずらして書いて、で足したんですよね。で、2進法でももちろん仕組みは同じで、上の数字をかけられる数を1個ずらして書いて足し算というのがかける11。じゃあ例えばさっきの3から始まってかける3して1足して10で、で2で割って5で、で3倍して1足して16で、あとは割っていけばいいっていう、この3が最後1になる仕組みっていうのは、筆算でやるならば11を11倍するっていうのは、さっきこの言ったように1個ずらして、で最後1足すんで、ここにもう1書いちゃうと。でこれ足し算すれば2進法なんで0で1個繰り上がって、で1個繰り上がってこうと。で2で割るっていうのは、2進法で2で割るっていうのは最後の0を取るってことですね。で奇数になったと。そしたらまた11倍して、2進法でいう11倍して1足すっていうのは、1個ずらして書いて、で1足すっていうのはここに1個加えればいいと。そうすると繰り上がった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 、ポン、これで16、もう末尾が全部0になって、そしたらそれはもう2で割り続けて最後1になるという感じですね。例えば7だったら、7っていうのは111ですか。そうすると111、11倍して1を足すということで011101、これなかなか終わんねえのかな、7だと1011です。1個ずらして、で1を足すと、でこの0は消える、で01001で末尾の0は消す、で1個ずらして、で1を足す、だから00で1で、これは繰り上がってないから011で2個消える、で1101で1101で1を足す、だから000101でこうなると。で101だと、さっきもう出ましたね、もう違うわ、101、あ、そう、101だったらもう終わりが見えてくると。0001、あれ1個足んねえな、100、あ、で01個ですね。でいうふうに、まあ二進法でやればもう全然もう計算もしなくていいと、単に作業で済むと。で結局のところ、これ最後2のべき乗になる手前っていうのは、3倍して1足して2のべき乗になるってことは、2の n 乗引く1分の3。これ3倍して1足せば2のべき乗になりますよね。でもただこれって整数とは限りませんよね。上が3の倍数じゃなければこれ整数にならないんで、3の倍数になるのは3-1の n 乗引く1。これが3の倍数になるためには n は偶数ですよね。ってことは結局、2の 2l 乗引く1分の3っていう格好になれば、最後たどり着くと。で、これって結局4の n 乗引く1分の3っていう数。で、4の n 乗っていうのは二進法で書けば、これが偶数個ですよね。偶数個。で、割る3っていうのは、11で割ると、これがまあ、101010っていうふうに、まあ、10101010 最後1で割る、まあ、こういう数ですよね。こういう数になれば、まあ、最後、2のべき乗になって、1にたどり着くっていう仕組みにはなってるんですけど、必ずそうなる証明はもちろん私にはわかりませんと。じゃあ、もしよろしければ1億2000万目指して頑張ってみてくださいと。じゃあ以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で、答えはきれいに書いてある。そして映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン、新聞の話、気になる記事について、ああだこうだ語る生配信、ほぼ毎日、おかげさまで60回を超えました。まずは7日間の無料体験から。